いた、レイジだ。待って、誰かいるみたい。何しに来た？お前をぶっ飛ばしに来たんだよ。ヤマト、なんだか様子がおかしいよ。ガキにぶっ飛ばされる理由はねえよ。理由ならある。なあ、俺はお前が嫌いだ。なんだよそれ。俺はお前みたいな大人が大嫌いなんだ。別に好かれたかねえよ。そうやって向き合おうとしない。お前が逃げてるのは妄想の恐怖じゃない、自分自身から逃げてんだよ。ガキが生きがってんじゃねえって。ああ、俺はガキだ。だけどな、お前はガキ以下だ。何が大人は逃げる生き物だよ。そうやって大人を理由にしてるだけじゃねえか。ガキにはわかんねえよ。向き合えよ、自分の妄想と。お前、あの女と東条マリと一度でも目を合わせたのか。なあ、どうなんだよ。ヤマト、レイジ、立花って、なんでお前までいるんだよ。それは事情は後で説明する。おい、お前ら、俺の言葉を忘れたのか。二度と目の前に現れんなって、そう言ったはずだ。うなずいた覚えはねえ。だってさ、なあレイジ、お前はこの妄想を壊したいんだろ。だったら俺は邪魔をしない。おい、何言ってんだよ。物分かりがいいじゃねえか。でもな、たった今気が変わった。レイジ、お前にこの妄想を壊させない。はぁ？アサヒ、このまま妄想を壊したらきっと後悔する。だからマリさんの目を見てさよならを言うまでこの妄想は壊させない。そういうことか。僕も賛成だよ。伝えられなくなってからじゃ遅いから。ガキどもが偉そうなこと言ってんじゃねえよ。やっと巡ってきたチャンスなんだ。これで俺は楽になれる。もう逃げなくて済むんだ。そんなの逃げてんのと一緒だろ。逃げる勇気も必要なんだよ。それが大人だって言うのなら俺が子供にしてやるよ。ヤマト、どうするつもりだ。そんなの簡単だろ。おい、クソ大人。ああ、思いっきり喧嘩しようぜ。子供みたいによ。これだからガキは。橘、青いの、邪魔するんじゃねえぞ。これは俺とあいつの喧嘩だ。ああ、かかってこいよ、そうガキが。お前が忘れたもん思い出させてやるよ。子供みたいに派手な喧嘩をしようぜ。ガキの遊びに蹴散らやってる暇はねえよ。無理やりにでも付き合わせてやるよ。ほら、押せよ。いくらのペインプレス食らえ、たまらい、押せよ。回すラウンドエッジ、お前カッコ悪いよ。誰よりもカッコ悪いんだよ。押せよ、うがっ。どうしたんだ、そんなもんじゃねえだろ。ガキが調子乗んな。お前に何がわかる。まだ戦い足りねえんだよ。ガキの相手手加減してやってんの。言い訳か。いいね、かっこいい。楽になって終わらせ。なんだよ、
喧嘩できんじゃねえか。二人とも大丈夫か？ああ、俺は若いからな。笑わせんな。俺だってまだまだ。ああ、お前もまだまだガキだ。だから逃げんじゃねえよ。これ以上格好悪いとこ見せんな。耳が痛いよ。瑞希。やっぱりこの妄想はあなただったのね。なんで管理局が。レイジ、そこをどいてくれるかしら。この妄想を始末しろって指示が下っているの。いくらあなたとはいえ、管理局の命令は絶対なのよ。壊したいのはお前も同じはずだろ。お前、そんな顔すんなって。せっかく東条を連れてきてやったんだから。それでここに。なあレイジ、それともやっぱり怖くなったか。誰かみたいに全てを失ってしまうのが。レイジ、お前が壊せないのなら代わりに俺が壊してやるよ。さあ答え合わせをしようじゃないか。誰が現実で誰が妄想か。答えを出すのはお前じゃない。いい年してガキどもと友情ごっこか。ほんと笑わせてくれるね。ごっこ遊びは僕だけだから。お前が言うと笑えねえんだよ。まずはお前らを始末しようか。妄想を壊すのはそれからでも遅くはない。感謝しろよレイジ。お前の恐怖を終わらせてやるんだからな。だったらあんたには私の恐怖を教えてあげるわ。琴美？それなら私は特別な存在だって思い知らせてあげる。サキちゃん。リユもいますよ。オイラもいるっち。みんなどうしてここに。いろいろと悩んでたけど、やっぱり秋葉原に来ちゃったのよ。それで明美さんからここのこと、レイジさんのことを聞いたんです。どっかの誰かさんは朝から一人で探し回ってたみたいだけど。ふん、暇つぶしだ。いいねいいね、美しい友情ほど壊しがいがあるよ。朝日、レイジさんを連れて奥へ向かって。こんな奴ら私たちだけで十分よ。いや、奥へは行かねえ。はあ？あんた空気読みなさいよ。まだ奥へは行けない。そうだレイジ。ああ。どういうことでしょうか。別れ話だよ。なあマリ。何？やっぱり俺はお前にふさわしくなかったみたいだ。何よ今さら。逃げ出した時のこと許してくれなんて言うつもりはない。だけど一つだけ謝らせてくれ。俺はお前との約束を守れなかった。約束？どうやら俺は立派な大人になれなかったみたいなんだ。昔から変わってないのね。だけど時間は状況を変えた。もうあの頃には戻れないの。だからお別れをしよう。ええ、そのつもりよ。いつまでもガキでごめんな。レイジ。よし、ここはサキたちに任せて俺たちは奥へ進もう。任せといて。サキちゃん、進ませてもらうね。瑞希くん。いいよ、気にしないで。詳しい話は聞かせてもらったから。団長の意思を僕は尊重したいんだ。ありがとう。それじゃあなんであんたがいるのかは後でじっくりと聞かせてもらうことにするわ。いいよ、僕はもう逃げたりしないから。瑞希。それでは皆さん、いってらっしゃい。頑張れ。
あなたたち、そこをどきなさい。それはちょっと無理な相談ね。逃げるのなら今のうちよ。絶対に逃がさないわ。リュウも頑張ります。安すぎる前菜だな。少しは味わわせてもらおうか。来るわ。少しは俺を楽しませてくれるのか。あなたたち立場を分かっている。無駄な抵抗はやめなさい。今ならまだ間に合う。行きなさい。ずらぬくは。お前に怯えろ。無駄な抵抗はやめなさい。今ならまだ間に合う。落ち着いた。お前らさっさと捕まれ。気に入らねえな。お前らさっさと捕まれ。それは私たちの仕事なんだ。無駄な抵抗はやめなさい。今のまだ間に合う。申し訳ございません。一旦引かせていただきます。
へえ、なんだ思ってたよりやるんじゃん。さっさとくたばれ。お前らさっさとくたばれ。ゲージ溜まってるっち。イマジンモード発動っち。気に入らねえ。お前らさっさとくたばれ。今だけ上がって、そのくらいの時間だ。これで八つ咲き。なかなかしぶといわね。お前らもな。気に入らないのよあんた。結城室長、このまま戦い続けるのは得策じゃありません。じゃあ帰ろっか。ちょっと待ちなさいよ。どうせ俺が壊さなくてもあいつが壊してくれんだろ、この妄想は。だったら外で妄想が消えるのを楽しみに待ってるよ。追い返せましたね。オイラも頑張ったっち。でも皆さん大丈夫でしょうか。きっと今頃妄想主さんと。ええ、急いで追いかけましょう。レイジ、もういいのか。ああ、十分だ。かっこ悪いとこを見せちまった。格好悪くなんかねえ。あ、なんか言ったか。なんでもねえよ。